皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。今回は久々の配信になってしまいましたが、ガーデニングラジオをお届けします。いつも聞いてくださっている皆様はお分かりかと思うんですが、このガーデニングラジオは園芸やガーデニングの話だけではなく、季節や天気の話、あるいは仕事の話、あるいは全く関係のない話まで、いろんな話をですね、私一人のしゃべりでラジオっぽくお届けしている番組です。これから少しのお時間、なんとなく耳を傾けていただいて楽しんでみてください。もちろん声だけでも楽しんでいただける内容になっているんですが、映像の方ではですね、話の内容とはあまり関係ないかもしれないんですけれども、私の庭の様子を映しておりますので、よろしければ合わせてご覧ください。今回で11回目の配信になると思うんですが、これまでガーデニングをしながら聞いてますとか、通勤通学の途中で聞いてますとか、家事をしながら聞いてますとか、いろんな方々がいろんな場所で聞いてくださってコメントを寄せてくださいました。本当にありがとうございます。今回はですね、お花の話、そしてお天気の話で、後半は今後のガーデニングチャンネル YouTube について、ぜひ皆さんにもちょっとご相談したいなということがありまして、そういう内容になっておりますので、よろしければ最後までお楽しみください。今日は9月20日です。9月20日の誕生花は、いくつかあるんですが、その一つがヤブランです。私の庭にも咲いています。このヤブランの花言葉は、隠された心、そして忍耐だそうです。この忍耐という花言葉は、ヤブランが耐寒性とか対処性が非常に強くて、日陰でも丈夫に育つっていうことに由来しているそうです。私の庭にあるヤブランも日陰ゾーンにあるんですが、暑さ寒さにも負けず、日陰にもめげず、毎年綺麗な花を咲かせてくれます。本当に忍耐強い花です。で、もう一つ9月20日の誕生花が彼岸花です。おそらく皆さんの周りにも今彼岸花が真っ赤な花を咲かせている頃かと思います。この彼岸花の花言葉は、情熱、独立、あとは諦めとか悲しい思い出とか、ちょっとネガティブな花言葉もあります。彼岸花って、まず花が咲いて後から葉っぱが伸びるっていう、通常の草花とは逆の生態を持っているんですよね。その花の形といい、色といい、ちょっと魅惑的な花だと思います。私、埼玉県に住んでいるんですけれども、私が住んでいる、もう本当にすぐ近所にですね、巾着田って言われている昔田んぼだった場所があるんですね。そこにこの時期ですね、真っ赤な彼岸花が一面に咲くんですよ。その景色たるや、本当に幻想的で、まさに魅惑的なんです。もうぜひ皆さんに一度見ていただきたいと思っています。画面の方ではその巾着田の風景を流しておりますけれども、平成29年に当時天皇皇后両陛下も園内を散策されたんです。ただ今年はですね、コロナの影響もあって、巾着田の彼岸花を見ることはできません。本当に憎きコロナですよね。ただこの彼岸花にはですね、もう一つ花言葉があります。その花言葉は、また会う日を楽しみにという言葉です。もし来年足を伸ばせる方がいらっしゃったら、巾着田の彼岸花見にいらしてください。そこで皆さんとまた会える日を楽しみにしています。もう一つ、9月20日といえば敬老の日ですよね。ちょっと私のおじいちゃんおばあちゃんの話をさせていただきますが、もうすでに他界をしているんですけれども、とっても
優しいおじいちゃんとおばあちゃんでした。ビールが大好きなおじいちゃん、そしてコカ・コーラが大好きなおばあちゃん。孫の私がですね、おじいちゃんおばあちゃんのグラスにビールやコカ・コーラを注いであげると、とっても喜んでくれました。ちょっと話は変わりますが、私はお葬式、ご葬儀で司会をすることも多いんですね。で、その時によく、お寺の住職の方がご法話をご遺族の方々にしてくださいます。そのお話も司会として聞くことが多いんですが、こんなお話をしてくれたご住職がいらっしゃいました。人が本当に亡くなってしまう時はどんな時か。それは皆さんの記憶から消えた時です。記憶から消えない限り、個人様はいつまでも生き続けます。という言葉をおっしゃってくださったことがあります。なるほどなぁと思って聞いていたんですね。で、この話には続きがあって、ただ、皆さん、日々の生活が忙しくて、なかなか毎日24時間、亡くなった個人様のことを思い出すのは難しいでしょうと。なので、ぜひ皆さんが誕生日を迎えるとき、その日には必ず個人様のことを思い出すようにしてください。今この式場には18人の方がいらっしゃいます。ということは、最低でも1年のうち18回は個人様のことを誰かが思い出すことになります。そして皆さんの誕生日だけではなくて、ぜひ家族やパートナーの誕生日の時にも、亡くなった個人様のことをそのパートナーや家族に聞かせてあげてください。そうすることで、その思い出される回数はどんどん増えていきます。っていう話をしてくださったんですね。それ以来私は必ず自分の誕生日にはおじいちゃんおばあちゃんのことを思い出しますし、可能であれば友人や家族にもおじいちゃんおばあちゃんの話を聞いてもらっています。なので、私の心の中には今でもおじいちゃんおばあちゃんがしっかりと息づいています。階段を一段抜かしで登っていくおばあちゃんの後ろ姿、ビールを飲んでタバコをふかしているおじいちゃんの姿、今でも鮮明に覚えています。皆さん、台風大丈夫でしたか？私はですね、披露宴で司会をさせていただいて、会場を出たところで台風の大雨に遭ってしまいました。で、その時タキシードを着ていたんですけれども、もうタキシードびちょびちょになっちゃって、今クリーニングに出しております。1年間の中で台風の上陸数が多いのが8月そして9月なんですね。もう来ないことを祈りたいですが、もしかしたらまた台風が来るかもしれないので、今回はですね、ちょっと台風について知っておいた方がいいことを、気象予報士の端くれ中の端くれとして皆さんにお伝えしたいと思います。まず台風の定義ですけれども、ざっくり言うと、最大風速がおよそ秒速17メートル以上のものを台風と言います。次に台風情報の見方ですけれども、天気予報を見てると、こう台風の予想進路に沿ってだんだん大きくなっていく丸が書かれていますよね。あの丸は予報円と言いまして、その丸の中に台風が今後進んでいく確率が 70% ぐらいですよっていうことを意味しています。で、あの台風の経路図には予報円以外にですね、丸が2つ書かれることがあります。まず赤い丸ですけれども、この赤い丸はですね、風速25メートル以上の暴風が吹いている暴風域の範囲を表しています。風速25メートルってどれくらいの風かっていうとですね、大体の目安ですけれども、高速道路の自動車の速さぐらいです。なので、
まあ、人への影響を言うと、何かに捕まっていないと立っていられないような風ですね。ガーデンで言うと、細い木の幹が折れたり、根っこの張ってない木は倒れ始める、そういう風ですね。なので、植木鉢とかはきっと飛んでしまうんでしょうね。で、経路図にあるもう一つの円が、黄色い線で描かれた円です。この円は風速15メートル以上の強風が吹いている範囲の円です。速さの目安は一般道路の自動車の速さと言われています。風に向かって歩けなくなって転倒する人も出てくるのが、だいたい風速15メートル以上の風と言われています。これらの情報はですね、気象庁のホームページに載っています。なので一度見ておくのもいいかもしれません。9月、まだまだ台風が来る可能性がありますので、早めの対処をしていきましょう。この台風をはじめ、天候が変わりやすい秋の空模様に、女性の移り気な心を例えたことわざが、女心と秋の空ということわざですよね。あのことわざ、実は江戸時代までは男心と秋の空だったんです。室町時代の狂言に墨塗りっていう狂言があるんですけれども、その墨塗りの中に、男心と秋の空は一夜にして7度変わるというセリフが登場します。本当に変わりやすいのは男心なのか女心なのか、私は女心じゃないかなと思ってます。さあ、ここからはですね、今後の YouTube ガーデニングチャンネルについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まあ、考えるというか企画を考えていきたいと思うんですが、現状の主な企画は月ごとのガーデニングですね。例えば9月初旬のガーデニングとか10月のガーデニングとか、月ごとのガーデニングの様子をご紹介させていただくっていうのがまず一つありまして、あとはその季節に合わせた寄せ植えを作るとか、あとは花壇を作るとか、まあ、DIY でいろんなものを手作りするとか、あとこのガーデニングラジオとか、まあ、この辺が基本的な企画になっています。いつも多くの方にご覧いただいて本当に嬉しいんですけれども、ちなみにこのラジオの話をしますと、ガーデニングラジオを配信するとですね、必ず登録者の方が若干減るんですなんでかわかんないけど減るんですよ。で、なんで減るのかなっていうふうにいろいろ考えるんですけれども、まあこのガーデニングラジオは私の喋りだけでやってるので、多分私の喋りがダメなんだろうなっていう結論にいつも達します。なので少しずつ改善をしていって、少しでもこのガーデニングラジオも楽しんでいただけるようにしたいなと思ってます。ただこのガーデニングラジオを楽しみにしている方々もいらっしゃるのも事実なんですね。なのでその方々に向けて配信を今後も頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。で、今後考えている企画をちょっとご紹介させていただきますので、それいいねとか、それ良くないねとか、まあ、そういったですね、意見をぜひ聞かせていただきたいと思います。まずは一つ目、ガーデニング反省会です。まあ、ガーデニングをしていって、これ失敗したなとか、これやんなきゃよかったなってこと結構あるんですよね。その反省点を集めたガーデニング反省会という企画。で、次はですね、病害虫や病気、その対処法について深掘りをしていくっていう企画。そしてお花ファッションショー、うたたねガーデンコレクション秋ですね。まあ、ファッションショーみたいな雰囲気でお花をいろいろご紹介していくっていう企画。そして私の庭ではなくて実家のお庭再生企画。私の実家のお庭は父と母が頑張って手入れをしているんですけれども、まあ、そこにちょっとうたたねガーデンテイストを入れさせてもらうと、そんな企画ですね。
あとは日本の文化伝統を伝える盆栽スペシャル。私盆栽未経験なんですけれども、勉強しながら盆栽を仕立てていくっていう動画、あとはチャンネル登録をしてくださっている方々のお庭に私が伺って撮影させていただいて、そしてナレーションを入れてそのお庭をご紹介させていただくっていうお庭探訪ですね。お庭のご紹介動画は他のチャンネルでもねやってる方々いらっしゃいますけれども、私もちょっとやらせていただいて、なんかこうアドバイスはできないので、いい感じでナレーションを入れて紹介していくっていう、そういう企画ですね。というこんなようなことを今考えております。今ご紹介した中で、あ、これ見てみたいなとか、これ聞いてみたいなっていうのがあったらぜひ教えてください。で、その他にもこんなのをやってほしいとか、こういう企画楽しそうだっていうのがあったらぜひですね教えていただきたいと思います。皆さんのお力添えもいただきながら、このチャンネルをより良いものにしていって、さらに成長させていきたいと思っています。ということで、お届けしてまいりましたガーデニングラジオ、いかがでしたでしょうか。これからも秋晴れのもと、皆さんと一緒にガーデニングを楽しんでいきたいと思います。これからの季節、天高く花咲き誇る秋を思いっきり楽しみましょう。ということで、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。ぜひチャンネル解除せずにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた。